海外出張ってほら楽しそうな皆さんのイメージがね、どうしても終わりですよ。僕らもほらできるだけ楽しく皆さんにいろいろお伝えしてますけど、そうですよ、それはね、外向きにつらいつらい言いながら歩きませんよって話です。時差をですね、やっぱり考えるとですよ、そうですね、すごいきついっすよ。今回長かったですね。また長かったですね。現地日曜の夕方、夜はどれぐらいに飛行機に乗って12時間飛んで乗ってきたと。しかも途中めっちゃ揺れたじゃない。揺れましたね。30分揺れっぱなしっていう時間があったでしょ。そうそうそう、あれはもう、ね、あとそう、え、思い出した。それで何ですか、ヨーロッパオフィスにちょっと行ったじゃない。行きました行きました。エレベーターが、そう、生まれて初めて、生まれて初めて落ちたんです。落ちたんです。ね、あれびっくり。多分ドアがこの辺だったんですよ。こうエレベーターがこううーんって動いてて、ガグーンっつったらダーンって落ちて、もう一回ダーンって落ちるっていう、ね、2回行きましたね。あれです、某舞浜方面にあるなんとかタワーオブなんとか。いや本当にあの状態の怖いやつ、あの全員こう絶句してこう、ねえ、あれはねすごい体に力入りましたよね、あの時。落ちるねって本当に本当に甘かった。怖かった。しかもですよ、新築のビルなんですよ。そう、俺が驚いちゃった。しかも最後降りたら、あの周りにいた人たちが何回目だよこれって言ってた。みんな切れてるけど怒り方がおかしい。あれだから、そう、落下ギミックって、ね、落下ギミックね、今だからこんなね笑いながら喋れてますけど、だってあれですよ、ランドスライドとかだと見えるじゃないですか、ね、予兆予兆ないから、ね、予兆なしですから。そんなの、ね、しかも言うにこと書いて、なんだっけ、さまざまなセキュリティ違うがあるから下までは落ちないから大丈夫下まで落ちないからいいってもんじゃないよね。12、3回ぐらい言われてもです。だってそもそもね、もう大丈夫ですとか言ってる人たちがだよ、いや 最悪セキュリティが何個たくさんついてるから大丈夫ですって言って、全部作動しないっていう確率、そうですよ、ありますよ、あり得るじゃない。じゃあなんで2回もね、ガンガン、あれはね、本当にこうやばかったんですね。これはもうもう行ったなと思いましたもん。いやでもあれは思いました。本当に思いますわ。ぜひこれはね、ぜひ一生に1回経験しない方が、そう、極エレベーターね、極エレベーター、極エレベーター。いや、飛行機はどうです、そろそろ。いや無理ですね。まだダメです。全然ダメです、ね、全然ダメでしたね。そう、2回目の落下ちょっと諦めたいですね。いろいろなものをね、諦めましたね。コンテンツから出たかったんですけどね、ギブアップ投票したかったんで、あれね、